んにちは、ヨハネラブです。このチャンネルは好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのはミステリアスな魅力があるこちらのデビルハンターな美女のフィギュアです。デンソローナ SH フィギュアーツマキマ。それではサイトへとジャンプ。今回はアミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。公安隊魔徳4課で内閣官房長官直属のデビルハンターであるマキマが SH フィギュアーズのフィギュアとなりました。バカな、あのチェゾーマンにマキマというミステリアスな美女が出てくるんですけども、レンジの上司となる女性であり内閣官房長官直属のデビルハンターで公安隊魔徳4課のリーダーでもあります。一本の三つ編みに下チェリーピンクの髪と同心円状の瞳が特徴的な美女なんですよね。ミステリアスな魅力の持ち主で、人間からも悪魔からもイフや憧れを抱かれる存在ですよ。特異音化をまとめ上げる実力者で、肉体精神戦闘力のあらゆる面で常人をはるかに超越しています。ゾンビの悪魔討伐に向かった際にレンジと出会い、自身が担当する公安隊魔徳異音化に迎え入れます。新幹線で襲撃を受けて死亡したはずなんですが、なんと傷口が塞がれ回復して生き返るんですよ。実は契約によって自分への攻撃からのダメージを日本国民に移すことで不死身に近い存在となっているんですよね。職務中は他の隊員同様に黒いスーツにパンツスタイルなんですが、ロングコートを着ることもあるんですよね。そんなマキマが今度 SH フィギュアーツのフィギュアとなって発売されるみたいなんですよ。いろいろなシーンを再現していくうちにマキマの方からあなたを誘惑してくるかもしれません。それとレゼレンが劇場版として制作が決定したので映画館で見れる日が今から待ち遠しいですね。よし、盛り上げていくぞ。劇中イメージを造形と彩色でマキマが再現されていますよ。マキマの美しいボディラインもバッチリと再現されています。丁寧な造形や彩色で再現されていることによりマキマのミステリアスな雰囲気も出ていると思います。すごいです。全身に可動機構が搭載されていて、いろいろなポージングをとって楽しめます。付属されているコートには本物の布が採用されていることで劇中の雰囲気も味わえるのではないでしょうか。さらにコートにはワイヤーが入っているのでフレキシブルなアクションをとることができます。気分爽快です。交換用表情パーツは全4種類が付属し、様々な表情のマキマを演出できちゃいます。交換用脚部パーツも付属しているのでより再現できるシーンの幅が広がります。豊富な手首パーツもあり、おなじみのマキマのポーズも再現することが可能です。ふーん、いろいろあるんだね。マキマのスタイルの良さはもちろん、整ったバストサイズもバッチリと再現されているのが最高です。シャツにパンツスタイルなのも相まってマキマのお尻がより魅力的に見えてきますね。下心丸出しで見ていると逆にあなたがマキマの魅力に取り込まれてしまうでしょう。いやいや、こんなのに引っかかるのはあんただけでしょ。また別売りのデンジの SH フィギュアーツと組み合わせれば作品の世界観をもっと楽しめること間違いなし、デンジとマキマとのシーンをより細かく再現できるかもしれません。マキマの様々なシーンを再現してお楽しみください。だってそれが愛だろう。こちらのフィギュアは2024年6月に発売です。そしてお値段は7480円です。このフィギュアをお迎えしたらいろいろなマキマのシーンを再現して SNS などで自慢しちゃいましょう。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければそのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。